今年もゆるっとやらしてアフターライブパーティー2021ようこそいらっしゃいました浅岡優也です。オンピアノ今井純、オンギター馬場和義、2部はゆるゆるやらせていただきますが、まさかカバーから始まると思わなかっただろう。でしかも2部だからやっぱり声が出ないので、あのいろいろちょっとあのこういうマークが落ちるかもしれないですけども、精一杯楽しく歌わせていただきますので最後までよろしくお願いします。という曲をね、久しぶりにやってみたと思います。花ぐもる鈍色の空、咲く時を待ってる子たち、現実を見れない僕とまるで対照だよね。確実な夢を追って進んでいく友の笑顔、明日は風が吹くだなんて強がっていても、明日だろうはただ揺れているヒノキには慣れないままで、ゼロじゃない可能性をずっと信じて車に乗って針もなく過ごす毎日、食べるため働くけれどそれで終わるのかな、
ぐるめになってく半端な心が今悔しさどこへ受ければいいのだろう。空仰ぎ見てる明日だろうがもしいつの日か日の日ではないと知っても諦めない、その気持ちは誰わからない。明日だろうと明日を進んでゆこう。ケーキをちょっと写してもらっていいですか。ケーキ、それにしてもちっちゃいよね。いや2回目なんでさ2回目なんで、あのちょっとあんまりでかいと、一応1月24日の配信時ので、なんかこうね、一応ね新年度ですからね、その新年度の、エールになるといいなと思って桜色を歌いたいと思います。
旅は必ず終わるね。分かってたけど焦るだけ Every day どうにも動き出せない。もうすぐ仕事行かなきゃ。あの日の少年笑ってた。何もなかった不安もなかった。電車窓映る僕は疲れてる大人だった。抜け出せない過去の鳥は空気はないと気づかずに誰かの意志で囚われたまま空の存在を知らない。明日から本気を出すんだ。希望を炎を燃やしたい。道の途中で何かをなくした無我夢中なぜ忘れてた。積み重ねた日々は無駄じゃないだろう。もう一度だけ夢見たっていいかな。ピアノ今井純。この配信で弾き語りをやるというのはシンガーソングライターフェス以来ですけども、恥をさらすよ。あーされたくていい人を演じた。疲れ切って鏡見るたび冒険ばっか。憧れていたパーフェクト人生は公平じゃない。でかくなき目標はただの願い事さ。明日はどこへ行こう、さまよい人。未来を変えてしまえ。歩きながら迷いながら、いつかはわかる日が来るかな。私も決め離れたあの日から僕らはもう確実に大人だ。遠い昔描いた夢語ったのかい。どこかで諦めていたいかい。希望と裏の空を見上げて無限と有限に思い馳せる永遠なれ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 。若さゆえの残酷な love
吐くなのに苦笑いだねって言えない。どうもありがとう。ちょっと2人でアカペラで歌ってくんない？アカペラ？バーソナシってどう？歌が伴奏なしと聞きます。キーだけ、あお願いします。ゆうやでお願いします。ワン、ツー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアユーや。強制バースデーソング歌わせ。ハッピーバースデートゥーユー。消すよ消すよ消すよ。なんかさ、時間の私物化ひどくない？なんか時間の私物化がひどい。非常にひどいと思う。自分で多分これ見てたらね、後でね絶対ね俺怒ると思う。自分に対して。お前さ。え、ダメ？大丈夫？まあレアっちゃレアだよね。いやこれをね、あのちゃんとこれをやりながらその配信にも載せてる俺のこのズブドさってどうなんだと思うんだけどね。ずぶとさというか、これを配信で見せてしまうというのもね、まあもうね、もうあれですよ、怖いもんないですよ、本当にやったもん勝ちと思ってますから。旅の恥はかき捨て、旅じゃねえ。おわそうだこの旅の恥はかき捨てって入る曲じゃない。じゃあ僕の最新アルバムの中から、あなたの未来を聞いてください。パチ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 。時折ちょっと残酷な
僕は大丈夫。バビは1音下がる。やってやろうじゃないか。マジで。ちょっとでもね、俺もね1音下がる。ほら自分の歌ってさ、あの半音1音下がると俺歌えない人じゃん。ちょっと一応 G 出してみて。大志これか。あそこないけるかな。いけるかな。バビいける？多分ね。間違えてもいいよ。間違えてもいいよ。大したこと言えないけれど、あなたを好きでいるのです。帰り道で笑ったあの時、もう恋に変わってました。たった一つの小さなかけら、今でも胸締め付け、僕の中で育って行きます。忘れることなく、どこかでまた会えるならば、僕の何もかも支えよう。
どうもありがとう。オンピアの今井純、オンギター馬場和義。すごいね。あのすいません、ありがとうございます。いつでも何でもできると思うなよ。わかった。わかったす。わかったす。非常にわかっております。すいませんでした。ありがとうございます。すいませんでした。そうですよね。いやもちろんそうですよ。その通りです。いやまあそうですね、まあ4回ぐらいないから私の太っ腹。いやいや4回どころじゃなくて、なんかあ本当に人がいてくれてこうやって やれるのって本当嬉しいなと思って。久しぶりじゃないですか会うの。まあそのネット上のそのテレビ電話的なね、ああいうところで会ってるかもしれないけども、声とかはね。でもこうやって本当にリアルに会えるっていうのは本当になかなかないと思うんで、これからどうなっていくか分かりませんけども、共に頑張っていきましょう。ウェイ。はい、じゃ最後に、やっぱねこの曲で締めたいなと思っております。今日は本当どうもありがとうございました。あなたの幸せ祈って眠るよ、この願いが届くならそれだけでいいよ。出会いは時々奇跡を作り出すもの。僕らがここにいるのはどんな意味あるんだろう。一つになれなくたって想いはきっと続いてゆく、変わりゆくこの世界を動かしてるのは愛であるなら、明日もあなたが笑えますように、つぶやいたことの葉は過去と未来を繋いでゆくよ。ぬくもり、それより温めてくれたのは、僕を信じてくれてたあなたの声でした。窓から月明かり眺めて涙流した夜、あの日から照らされた進むべき道を僕は行こう。抑えきれない感情たちが作り出すことの
日もあなたが笑えますようにつぶやいたことの花過去と未来をつないでいくよいつまでもずっと愛が言えない時さえ超えて届けたいことの花過去と未来をつないでいくよこれから心からのことの葉で今日はどうもありがとうございました。オンピアノ今井純、オンギター馬場和義、アフターライブパーティー、ゆるめでしたけども楽しんでいただけましたでしょうか。よかったよかった、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。幸せな誕生日でした。幸せな2021年が始まりました。今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。浅岡優也でした。